待たせたな。待ってないし似てないということで熊田です。今回も声優ニュースをご紹介します。今回はこちら。あと前々回の動画でユリアニメ教えてくださった皆様ありがとうございます。おかげさまで寝れない日々が続いております。それではどうぞ。大坪由香さんが年末より体調を崩しやすくなっており、しばらくの間活動を制限されることが11月13日に分かりました。次の通りコメントされてます。年末から体調を崩しやすくなり、一部活動の制限をさせていただくことになりました。応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、すぐ元気になって戻ってまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。このため1月21日に開催予定だったキングリーマスク原宿本店での1日転生イベントは中止に、また大坪由香のツボなんですの生配信もしばらくお休みとなります。体調を崩しやすくなったということは、回復と不調を繰り返しているということでしょうか。何かの病気が原因の可能性もあるので、しっかり療養していただきたいです。さて、安本博樹さんが年末に体験した門松とおじさんというお話をせねばなるまい。安本さんに習ってすんごく言葉を選んで説明するから、皆さんも澄み切った心で聞いてください。安本博樹さん、年末にサウナに行ったそうな。そこはスーパー銭湯みたいな大きさで、人気だからかサウナ室に入るにも行列ができて並ばないといけない。安本さんが並んでいると、一人のおじさまが椅子で寝ていたんだとか。もちろんサウナに入った後で一矢まとわぬお姿です。安本さんメガネをかけておらず、よく見えなかったものの、そのおじさまにどこか異変を感じたそうな。でだんだん近づいていくと、そのおじさまのリトルおじさまが目に入りました。安本さんこう思ったそうです。嘘だろ、門松じゃん。何も変な話じゃないからね。年末の話だから。ほら、もうすぐお正月。何も変じゃない。意味がわからない？だから、寝ているおじさまのリトルおじさまが、リトルじゃなくなって、サウナに向かうにはおじさまの横を通らないといけないんです。安本さん、見てはいけないと分かっていても、ついチラ見しちゃいます。サウナに入って10分強、ガチガチに汗をかき、サウナ室を出て水風呂に入る安本さん。サウナと水風呂で15分くらい経ったでしょうか。またおじさまの横を通ると、嘘だろ。まだ門松だったそうです。やるじゃない。あれから15分も経ったんだぜ。今度は外気浴を10分ほどして安本さん、帰り道、いるな。と思いながらおじさまの横を通ると、リトルおじさまがハーフおじさまになっていたそうな。なんでや。以上、門松とおじさんでした。あ、繰り返すけど何も変な話はしてないからね。1月7日から29日の間、アニメ吸血鬼すぐ死ぬと横浜八景島シーパラダイスのコラボイベントが開催されています。期間中、島内各所でドラルク役福山潤さん、ロナルド役古川誠さん、ジョン役田村睦美さんによる音声案内が放送されます。1月8日には福山潤さん、田村睦美さんが登場するイベントも開催されてました。気になった方、横浜八景島シーパラダイス遊びに行ってみては。関智一さんのオンラインくじサービス、くじメイトが1月11日より販売開始。販売期間は2月5日23時59分まで。 A 賞はなんと、関さんと1対1で直接お話ができるオンラインお茶会。たまりませんわ。これは失礼。他にもサイン色紙、名入りシチュエーションボイスなど豪華商品が目白押し。でもお高いんでしょ。1個1100円です。これを高いと思うか安いと思うかはあなた次第。1月12日から女優長浜ねるさん主演、警視庁インサイダー刑務課米満真希のランチ捜査に、真希の先輩麦野実役で加藤エミリさんが出演しています。さらに桜町中央署のマスコットキャラクターチェリポくんの声を福山潤さんが担当。こちらドラマ警視庁アウトサイダーのスピンオフ作品、動画配信サービステラサにて独占配信されます。気になった方ぜひご覧ください。2月5日、立川ステージガーデンにておねだり声優フェス、通称オネフェスが開催されます。竹内俊介さんが MC を務め、ゲストに関智一さん、並川大輔さん、三宅健太さん、小野賢章さん、林優さん、西山幸太郎さん、中村修吾さん、鈴木亮太さんが登場。昼公演と夜公演があり、チケットは1月7日より販売中。説明欄にサイトへのリンクを貼っておきます。1月14日放送、キンキキッズのブンブブーン、ゲストに三森すずこさん、内田真彩さんが、
まだ知らない絶品鍋を知りたいということで、キンキのお二人といろんなお鍋を食べます。キンキファンの方も声優ファンの方もダブルで楽しめる番組、見逃し配信もあるんでぜひ見てください。俺が小学1年の頃、堂本光一さんの銀狼怪奇ファイルが大好きで、自分にも天才頭脳が眠ってるんじゃないかって思ってました。何？眠ってませんでした。今年5月には中島由紀さん初となるライブツアー、中島由紀ライブツアー2023サファイアが開催されます。会場は5月6日梅田とラッド、5月7日エレクトリックレディーランド、5月13日ラインキューブ渋谷、3月1日発売のアルバムサファイアを引っ提げての透明版ツアー。チケットは1月11日からファンクラブ先行販売開始、ファンクラブへのリンクを説明欄に貼っておきます。1月8日、白井雄介さんの YouTube チャンネルに声優中村修吾さんがゲスト出演。以前声優と遊びに白井さんが出演した時に、白井もチャンネルに出るために頑張るみたいな企画が行われたことがあったんですが、ついに実現。詳細はぜひ動画を見ていただきたいんですけど、なんかケツとケツを付け合わせてました。うほ、いやこれぞまさにお知り合い。ぶっ殺すぞ。説明欄にリンクを貼ってますんで確かめてみて。うほ。1月9日に発売された神たちに拾われた男2エンディングテーマ、田所あずささんの歌うドラム式探査機、そのジャケット写真がこちら。いやインパクトすげえ。てっきりマット運動の好転失敗したやつかと思った。どうやら洗濯機で回されてるイメージらしい。真似される方はマットやお布団の上でやりましょう。 MV も公開されてるんですけど、これがまた幻想的で美しい。まるで異世界転生したかのような気分を味わえます。ぜひご視聴あれ。1月9日放送のラジオ、高橋理恵、上田玲奈、仕事で会えないからラジオを始めました、にて語られた上田玲奈さんの衝撃の秘密。玲奈さんって左耳にはイヤリングをつけないらしい。なぜかゾッとするような理由が明かされました。なんと左耳の耳たぶの痛点が鋭いらしくて、イヤリングすると痛い。どう？めっちゃ怖いでしょ。これからレイナさん見た時、左耳だけイヤリングしてなかったらそういうことだし、もししてたら、あ、痛みを我慢してるんだって思ったらいいよ。1月11日、結城葵さんがこんなツイートをしました。おはよう。こんにちは。この時間迷うな。ツイート時刻は午前10時40分。なるほど。おっしゃりたいことはわかる。問題はここから。菅田友和さんがリプ。コロコロコミックにありそうな挨拶かと思ったら違った。いや、コロコロにありそうな挨拶とはこれいかに。と思ってたらこんなん見っけた。コロコロで連載されてたっぽい。すると結城さん、あろうことか。乗っかった。杉田さん、心と体、ボディ&ソウル、どこまでもリスペクト。結城さん、うんこ。杉田さん、行くぜレッドゾーン。ふめふめ。マジでなんなん、これで会話成り立ってんの。いや、この高度な会話理解できる有識者の皆さん、解説任せます。レッドゾーン。そんな杉田さん、不健康デブの自覚あるから新年で緩んだ飯食う時間と量を気をつけたい。あとフィットボクシング再開するわとのこと。うん、ファイトだよ。気持ち悪い。ケンさん、1月11日にインスタグラムアカウントを開設されました。記念すべき一発目の投稿は自撮り。ケンさん、2018年頃までツイッターやブログをやられてましたけど、そこからは途絶えていたので、ファンにとっては非常に喜ばしいニュース。ケンさんといえば俺の中では遊戯王デュエルモンスターズ GX 遊戯10代の印象が強いな。ガチャ楽しいデュエルだったぜ。あ、似てない声真似だったぜ。まだフォローしてないよって方、動画説明欄よりどうぞ。1月11日のこと、浅川優さん。道を渡っていたら、お前がどけとばかりにノーブレーキで向かってきた自転車のおばさんに舌打ちされたから、条件反射ではぁって言っちゃったけども、うわーん、本当はすごく怖かったよ。あのおばさんが出かけた先で自転車の鍵をなくす呪いをかけた。よし。いるよねそういう人、めっちゃわかる。そしてはぁはすんげーいい声だったんだろうね。それもわかる。でもさ、怖かったよとか言いつつ、包丁の絵文字は怖いんでやめてください。1月11日、花江夏樹さん。コーラが吹きこぼれて手がベタベタなので、今日は YouTube お休みします。言い訳が雑。